気楽屋の着物着方教室、佐久間です。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。毎週土曜日に配信してますけども、時々はね、違う曜日に配信することがあります。そんな時に見忘れたって思わないように、ぜひチャンネル登録の方もしてくださいね。そして、あ、見て面白かったな、分かりやすかったなと思われたら、ぜひ着物のお友達にもご紹介ください。さて、今日の結び方は半幅帯の角出し結び、その引き抜き結びで結ぶ結び方ですよ。形はこのような形です。何が特徴というと、垂れ先結びの引き抜きですから、垂れ先がね、残ってるんですね。この垂れ先を残すことは、このね、リバーシブルの帯だからできるんですね。後ろがね、やっぱり少しポイントがある帯の方が楽しいと思います。この引き抜き結びは袋帯でも結ぶ結び方ですけども、半幅帯でぜひ練習してから、今度はね、袋帯の引き抜き、結ばれてください。角出し枕を使ってますので、背中のシャープなラインもね、出ますよ。音声を聞きながら、そしてね、YouTube 見ながら、ぜひ一つずつ手順を踏んでやってみてください。絶対に結べますよ。では、半幅角出しの引き抜き結びに使うもの、ご説明していきます。帯板はいつも通り、後ろまで続いている、前結び用の帯板です。この下には、滑らないモスの伊達締めをしてますよ。手の代わりをしてくれるクリップ、今日はね、一つです。使うものもね、今日はね、すごくシンプルです。半幅帯。この半幅帯は、今日は引き抜き結びですので、ぜひリバーシブルのものをね、使ってください。引き抜いて出る垂れが裏がありますのでね、裏がこのように両方使えるもの、ご用意くださいね。そして、角出し結びですから、角出し枕です。帯揚げの中には、お気楽屋のオリジナルの角出し枕が入っています。この角出し枕のいいとこは、中に薄い、本当にね、ごく薄い芯が入ってるんですね。これは私の好みでもありますけども、角出し結びは背中がね、シャープな方が私はかっこいいと思うんですね。ですので、薄くって背中の丸みにピタッと沿う薄い芯が入っていますよ。これは、このように、いろんなね、お柄がありますので、ぜひ、またね、ウェブショップの方でも見てください。普通の枕にも、今の角出し枕にも、帯揚げをかけるときに、髪留めのゴムで留めていただいてもいいんですけども、このようなマジックテープになったお気楽バンドというものもありますので、これもね、便利に使えますよ。では、角出し結び。引き抜きでお伝えしようと思います。手先の長さから測っていきます。手先の長さは、今日初めて見てくださった方。メジャーで必ずですよ、最初は55センチを測ってみてください。何回も言わなくてもと思わずに。ぜひね、これは確かめてくださいね。55センチ測ったら左手でこのようにつまみましょう。右手は手先の端っこを持ちますよ。右腕をしっかりと伸ばして、今の55センチがご自分の体、どこに行くのかな、確認をしてください。そうすることで、結び方が変わっても、帯が変わっても、どこに行っても、55センチというと、自分の体で長さが取れます。前に持ってきたら、右手も一緒に押さえましょう。今日の引き抜き結び、ここからね、一手弱引いていきます。短くしますよ。短くしたとこを真ん中のクリップで留めましょう。手先を短く取ったときは、肩に預けても落ちてきますよね。ですので、このままにしておきます。左手のお袖を上げたら、帯の上を掴んで、左手で
背中に持っていきます。この時、手のひらの向き、確認です。そして、右手でもらったらその場でご自分が回ってください。帯を回そうとせずに、自分がくるっと回ってくださいね。一度目の引き締めです。左手は帯の上そのまま持ちましょう。右手はここでぶら下がってる手先を上に上げて、外側を掴んで、じわって引き締めです。右手お腹を押さえて、左手お袖を上げたら、もう一度同じように。ここまでね、正面向いておきます。右手でもらってもまだ正面。そうして、落ち着いて回ってください。動作をね、二つ一遍にしようと思うとね、ややこしくなります。二回目の引き締めです。右手は帯の下を持って、手にかぶせましょう。左手は帯の下を触って、そのまま背中まで。後ろ、帯の下を触ると2枚あります。内側の1枚をつまんで、右手脇に開きましょう。じわーって引き締めです。後で回しますけども、ゆるくしてなくっても必ず回ります。しっかりと引き締めてくださいね。左手、右脇まで迎えに行って、体に沿わせてきます。もうね、今日は手先は落ちてますので、このままですよ。右手で真ん中のクリップを取ったら、半幅帯はいつも右脇下に移動していきます。どんな結び方でも半幅帯は右脇下と覚えてくださいね。クリップで留めたらもう手がね、離せます。両手使えます。すごく便利です。前にぶら下がってる手先を左胸の前に移動したら裏返しましょう。右手が上、左手が下。元をきれいに開いたら、両手が20センチ先に出ていって、左から重ねて半分折りです。内側に耳がいってますか？右手で耳を揃えながら上がってきたら、折り切れなかったとこ。ちょっとね、帯板と帯の間に戻してあげましょう。そして、今日の角出し結びの引き抜き。これはね、タレを上に重ねる結び方ですよ。その時に、タレを下から半分に、ちょっと細く折りましょう。折って手先の上に重ねます。右手でこの重なったとこちょっと押さえておいて。はい、引き抜きますよ、下から。引き抜いていきます。今日はね、お気楽やおすすめの方法じゃなくって、やっぱり引き抜きですから。ずるずるずるっと引き上げていきます。一旦ここでしっかり結んだら、この2枚ある輪っかの内側、これを引き上げるとどうでしょう？ここ見てください。垂れ先がスルスルスルっと上がってきますよ。そして、この垂れ先を全部引き抜かずに、結び目からだいたい一手分のとこ、ここですよ。一手分のとこで止めてください。そして、山になるとこ、きれいに開きます。そしたら、ここ見てください。輪っかになってますので、これ2枚ありますよね。ここで、片縄結びをしていきましょう。しっかり結んだら、この手先、左斜め上に上げますよ。左手で掴みました。右手がこの手先の輪っかの中に入っていって、下側の、1枚2枚ある下側の帯を取って、しっかりと結びます。中で片縄結び。右側が輪になった片縄結びができました。こうしっかり結びましょう。ここ引き抜かずに残ってますよ。そして上の山きれいに整えます。ここでお気楽やオリジナルの角出し枕が出てきます。ここからね、2通りありますよ。本当にお太鼓風にしたいわって言われるときは、この枕を内側に当てます。そして巻き込んで、帯の上に上げていく。こういう方法もね、一つです。ですけども、私はね、ちょっとね、揺らぎが欲しいので、いつも外側に置くことにしてます。
どの辺に置くのって言ったら、タレのこの輪っかになったとこ、だいたい一手分のとこです。そしてぐーっと余りを外側にかけていきます。ぐーっと外側ですよ。くるんと巻きます。そのまま、この帯揚げ、後ろに持っていきます。仮結びです。中のね、角出し枕の紐も長いですけども、帯揚げの方がね、もうちょっと長い。そしたら、ここで長いものを結ぶ方が楽ちんです。そしてここで形を作っていきます。もし、この時に、この引き抜いた垂れ先が長いなと思ったら、垂れ先をね、動かしてみてください。必ず動くとこがあります。そこを引き上げてあげると、垂れはちょっと上げてみますよ。動きます。一枚のね、帯ですからね、必ず動くんですよ。ですので、前結びにやった時には、調節ができる。これがね、いいとこです。そして、中のお羽を分けるように、お太鼓のようにして、揺れますよね。かわいいです。ちょっと開いてあげましょう。そして、角になったとこ、調整をしましょう。より角出しらしくするときには、手先を広げてもらってもいいですよ。こっちの右側の二つ折りは、シャープさを出しますから、そのままにしておきましょう。右脇のクリップ、必ず取りましょう。回していきます。右のお袖を上げたら左脇。先ほど言ったように、緩く結んでなくっても回りますっていうのはここなんですね。一生懸命締めると、帯の中の空気が抜けていて、回りづらいんです。ちょっと回しても。動きません。なかなか動かない。ここがコツです。一回上に上げて、回してください。難なくスルスル回ります。そして、コブが真ん中に大体来たなと思ったら、後ろ、ちゃんと背中に当たりますよ。そして結び直しましょう。帯揚げの仮結びをほどいたら、中に角出し枕の紐があります。角出し枕、薄いですよね。柔らかい。背中にピタッと沿ってくれます。帯の上で結びます。これも皆さん締めると思ったらね、ギュッギュッと締めてしまう。ギュッギュッ締める必要ないです。普通に帯の上で結びましょう。そしてポンと引き抜くとこれぐらい緩いんですよ。緩くて大丈夫です。この緩いコブを指先でしっかりとここで結んだもの、真ん中ぐらいまで入れましょう。入れたら脇をしごきます。反対の手も入れたら、しごきましょう。これで、入ってくれますよ。そして、帯揚げです。枕にかけた形を思い浮かべながら、ここで幅を取っていきましょう。今日の角出し枕は、幅も細いですから、四つ折りのまた半分にかけてます。ですので、かけた時の形をね、覚えておくっていうのね、大切です。その幅を活かしながら、ここで要作っていきます。今日は少しツルツルした優しげな帯揚げ。そういう時は一回結んだら、緩みますよね。これ離すとツルツルって緩みます。締めたら結び目を持って、もう一度要に通してあげてください。そうするとね、手離してももう緩まないんですね。そしてもう一結びしましょう。上のものを上に重ねて結ぶだけ。すごく難解に考えすぎるとね、できなくなってしまいます。紐と一緒、縦結びにならないように入れていきますよ。きれいに作ったとこは触らないというのがポイントです。そして最後。帯板の中に手を入れながら、おはしょりの空気を両脇に持っていきましょう。これで、角出し、半幅角出しの引
き抜き結び。出来上がりです。よく袋帯で引き抜き結びでありますね、角出し。なかなか最初から袋帯で結ぶのは難しいんですね。でも半幅で練習しておくと理論がわかりますので、簡単に結べるようになります。ぜひ、とっつきとして半幅で引き抜き結びやられてみてくださいね。絶対に結べますよ。